や。実は技の緩急を説明したいと思います。特に型の中に出てくる緩急を説明します。この説明は私の考えなのでご参考にしていただければと思います。もちろん教わっている先生の動きに必ず忠実に動いてください。図解して説明いたします。スピードにはゆっくりと速くがあります。そのゆっくりと速くの中に10等分した技があります。その時間としてゆっくりは最初の4までゆっくりです。その後ちょっとスピードを入れて、この時に決めが入っています。その決めた後にためながらゆっくりがまた戻ってきます。ゆっくりちょっと早くゆっくりになります。次は早く決める場合は最初にためを作っていきます。溜めた後に極端にスピードアップします。その後キメを作ります。なのでゼロのスピードから溜めた後から急激にスピードアップします。このゆっくりの動作と速く動く動作を組み合わせて緩急を作っていきます。もちろん中間のスピードはありますがほとんど使いませんので、ゆっくりと速くを使い分けてください。その場の基本の中にも緩急があります。まず中段突きを構えて、中段突きを構えた時点でここで一旦この引き手のあたりでためを作ります。そこからゼロのスピードから一遍に決めを作ります。ためてスピード、ためて決め、ためて決めという動きになります。まず平安初段の中に出てくる緩急を説明いたします。ゆっくり溜めて最後に決める。ゆっくり溜めて最後に決める。次に緩空台の説明をいたします。緩空台はゆっくりな動作と速い動作の緩急が両方入っております。まず構えてゆっくり、ちょっと早くゆっくり、しっかり割ってゆっくり、ちょっと早くゆっくり、そこからしっかり決めて、決めて決めて、縦手動受けはゆっくりちょっと早く、ここでしっかり中段突きを溜めてから中段突き打ち受け、中段突き打ち受け。次に五十四方台の説明をしたいと思います。まず用意から緩急があります。用意をしてゆっくり、ちょっと早くゆっくり、次もゆっくり、ちょっと早くゆっくり、しっかり溜めた後にゆっくり、ちょっと早くゆっくり、縦手動きもゆっくり、ちょっと早くゆっくり、しっかり溜めた後に突きがあります。